わあ、パはい、どうもパテモス協会でございます。本日はペペロンチーノのまあできなかったんでニンニクがなかったんで和風スパゲッティにしました。ベーコンとキャベツ、あと昆布だしでやりました。これが乗ってんの、これ食べるだし醤油の豆です。というわけでいただきます。あ、いいねパスタ、ちょっと今日ちょうどいい量やな。うん、エーデルワイスハームのファームのベーコン使ってます。マモスいただきます。うん、いいぐらい塩分いいわ、ちょうどいい。あんまし塩分多くなさそうな、この感じ好き。うん、口に入れてちょっとしかね味がね出てくる感じの、この味好き。この間のね月カートね、2日連続飲みに行っててね、30杯ぐらいのね、2日間でね、もうほんとね苦しかった。うん、まあ、昨日のとかじゃあだし茶漬けみたいな食ってる時言ったかもしれんけどね。うん、だからちょっとさ、久々にさ、胸クソ悪い店に行っちゃってさ、あのね、まあ、協定駅近辺飲んでたんけどね、うん、まあ、あえて店の名前は出さへんけど、まあ、ちょっと有名というか、狭い店なんだね、カウンターしかない。で、その前に焼き鳥食っててさ、焼き鳥食ってたのかな、違うわ、中華屋で飯食ってて3人でね、まあ男2人女1人でね、だからだそこ有名らしいし、そこの煮込み、うん、美味しいらしいから行こうやって、まあ、サラリーマンとかが行くようなね店、まあ、入って、あ、ガラ、あんで見て、ガラガラやったんや、3人ぐらいしか、2、3人しかない、カウンター10席以上ぐらいあって、でね、何ぐらいやったかな、あれ50万円ぐらい、うん、でさ入ったのよ、行けますかっつって、もう会員制とか書いてたんやけどね、入り口にどう見ても会員制の店じゃないんやけど、行けますか、あの何人ですか、3人ですか、あ、じゃあいいですよ、どうぞ行ってくれたらいいよってさね、入っていったらね、男2人入って女の子の最後、女の子が、あれ女の子嫌なんですか、いやちょっと、うん、どうせ喋らはるだけでしょとか言って、どうせ喋ってだらだらしはるだけでしょとか言うとさ、はぁって思ってどういうことお前に関係あるのそれみたいな感じやん、うん、俺時間言ってくれたらいいんちゃうのみたいな、じゃあ何分入れんのみたいな感じやったんやけど、その時やったらだらだらやん、ね、もう本当に変なおっさんがいるとこやったけど、うん、でね、あ、どういうことなんて思ったら、え、女の人はダメなって言ってきた、いや、女の人はねみたいな、だらだら長なるだけですからね、いや、すぐ帰るやんって話、え、そんな時間かからへんけどみたいな、え、でも女ダメなの、じゃあもういいよって言って出て行ったの、腹立って、うん、半笑いで言っとしな、やっぱあのじじい、あのへんなじじい、うん、値打ちぶっこくなっつんだよ、ガラガラのくせにさ、なんだよそもそもあいつ、うん、あのジジイほんとさ、久々に胸くそがあって入ってすぐさ、あ、女の人一緒なんです、女の人をじゃあ気にして書けやバカ、ほんとああいう店にほんと胸くそ悪いよね、うん、
まあ、翌日その上にあるね沖縄料理屋のアダンっていうところに行ったんですけど、そこは最高でしたね。いやーほんとさ、あの店だけはほんと二度と行かねえ。行かへんわ。働いてるおっさんだから行かんわもう。久々ほんと胸クソ悪い店やったな。いやその後行ったね、3階にあるね、そこの3階じゃないよなとこの3階じゃないんだけど、その先に行ったね、何やったかな、花水木、お好み焼き花水木っていうのがあるんですけど、そこのとこの3階か4階やった立ち飲み屋はね、よかった。そこのね、ガリチューハイっていうのね、ガリが入ってるチューハイ、すごい美味しかった。あんなへんこつな店に飲まんへんかったからこそね、あの立ち飲み屋に来て、逆にね、あのへんこつなおっさん、追ってくれて、おっさんやって、よかったかもしれんけどな。まあ、店の名前はあえて言わんけども、あのクソ店ね、二度といかねえ、ほんと。二度といかねえ。前もちょっと怒ってたけどね、昔ね、阿佐ヶ谷の、タイ料理かなんかわからないようなところでね、怒ってたけど、今回久々に無駄くそ悪かったな。あんまり、ね、俺店の態度はあんまり言わないんだけど、あそこはひどかった。ああいうふうに皆さんね、行かないように、できればねおすすめしません。偏屈なんで。腹立つって思ってることを言って食う飯はうまいな。言いたいこと言って食べる飯はうまい。女の方はね、多分あの店は行けないんだろうな。そういうことでしょう。そういうことはそうです。一元さんお断りなんか知らん。会員制のくせには入れたけどな。ガラガラで。あの〇さんみたいな。入るとこまで行けたから、まあいいか。というわけで、パテモサ協会。もう、うだうだ飯じゃないな。ムカムカ飯だよね。ムカムカ飯にしときます、今日はね。というわけで、ごちそうさまでした。言いたいこと言って、すっきりです。あの、へんこつな、3階に沖縄料理屋のある、へんこつなおっさんがいる店には皆さんね、行かないでくださいね。腹立つから。特に女性の方、あの店の前でうんこしてください。ごちそうさまでした。へんこつ。